スタックパックマンです。今日はですね、昨日だったかな、昨日の動画で4月の1日なんですけど、はじめ社長が上げた動画で、なんかこうパンチングボールをこう頭につけて動体視力を鍛える、まあ、トレーニングがあるんですけど、ボクシングのなんかそういう鍛える道具があるんですけど、それをなんかはじめ社長が昨日やってて、なんかこれ面白そうだなと思って、前々からね、なんかちょっと見たことあったのでやってみたいなっていう気もあったので、昨日のなんか動画見てやってみたいと思ったので、 Amazon で1700円ぐらいだったので、まあ高くもなく安くもないって感じで普通だったんですけど、まあ中身はなんかグローブ的ななんかサポーターってか、なんかやっぱ難しいと思いますよね。素人だと絶対難しいです。僕ね、こう見て、あれ昔ね、一応4回戦のねプロのボクサーだったので、まあいけるだろうっていう感じで、まあ素人はね多分できないですよ。元プロのボクサーならいけます。はい、じゃあやってみたいと思います。材質的にはね、柔らかいゴムの、スポンジっぽいゴムあるじゃないですか。こんな感じの柔らかい素材で。テニスボールじゃないです。じゃあ行きます。ちょっと待って。お、待てよ。お、難しい、難しい。素人だと絶対難しいです。やばやば。僕ね、こう見て、あれ昔ね、一応4回戦のねプロのボクサーだったので、まあ素人はね多分できないですよ。なんかね。分かった。あのね、打つじゃないですか。打つはいいんだけど、なんだろう、力が逃げるんですよね。だからこう打った時に伸びるじゃないですか。多分これが歪むんすよ、こう柔らかいから。これでいけんべ。動体視力やっぱ劣ってんね。でもね、いい運動になるよこれ。神経使うから、なんか全身使う感じがする。タイミングとかね大事で。いった。おお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 お、絶対かっこ悪いんだろうな、今打ってる姿。本当にボクサーだったのかよっていう感じがしますよ。後ろから来たよ。いや重いからね、いや痛いから。これつけないでやる。感じで難しいですね。まあガチはね、現役のね本当に上手い選手だったらすごいすぐできると思います。別に僕ねそんなにね上手い選手じゃないんでね。まあでも結構ね、まあもうちょっと練習すればできるのかなって思いますけど、まあこれね結構いい運動になるのでね、なんだろう、有酸素の中でも取り入れようかなと思います。これは面白い。なんかマスターしたらまた動画にしたいと思います。やっぱねボクサーサイズって結構やっぱり有酸素運動の中で結構神がかってると思うんですよね、僕の中では。なのでまあこういう、まあ、なんだろう、ストレス発散にもなるし、いやでもストレス溜まんなこれ。ストレス溜まるわ。だからボクサーサイズとかそういうのを取り入れてみたらどうですかね。まあてな感じで、今日ははじめ社長が昨日やってたそのパンチングボールをやってみたっていう動画でした。これが良かったら高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もはじめの方よろしくお願いします。あとはインスタグラムもやってますので、登録フォローよろしくお願いします。
はい、です。じゃあ、ではまた。